時53分になります。さて、レースのですね、準備が着々と今進められているグリッド上、お客様もプレスの皆さん、メディアの皆さんも入られましてね、スタート前の独特の緊張感というか、それから賑やかな様子というのがこの上の放送席から見ることができます。さて、この放送なんですけれども、鈴鹿サーキットの場内の EA システム、こちらでもですね、放送をさせていただいておりますけれども、鈴鹿ボイスエフェクト放送でも皆さんにはですね、こちらは FM放送でも音声の方をお届けしております。ぜひ合わせてご利用ください。場内ビジョンの方にはですね、場内サーキットビジョン、こちらは常設のもので皆さんにはですね、ご覧いただいているということになりますけれども、まあ、公式映像でもですね、今日は、このアポイントライブチャンピオンシップポイントも計算次第してですね、出してくるというようなサービスもあるかと思いますので、ちょっと、画面から離れている方はですね、少しちょっと本当はちっちゃいかも分かりませんけれども、そちらの方も、ね、一度チェックをしながらですね、楽しんでいただければなというふうに思います。もちろん音声でもですね、今フロアの順位だとアポイントだというようなことを、お伝えしていこうかと思いますけれども、まあ、そういったところも含めてですね、チャンピオンがそろそろ決まるぞというようなレースなんだなという緊張感は、最初から最後までお伝えをしていこうかと思います。さあ、今シーズン2023年なんですけれども、開幕戦から第7戦までここまでレースを終えてまいりましたこのツアーなんですが、開幕戦は富士スピードウェイ、第2戦も富士スピードウェイという今回のレースと同様ですね、1位ウィークエンドで、2回のレースを行う、2戦レースを行うという、そういったスタイルでやってまいりました開幕戦でした。今シーズン開幕の目玉としては、やはりフォーミュラー1のリザーブドライバーでありますリアム・ローソン、レッドブル・オラクル、レッドブル・レーシングのですね、リアム・ローソンリザーブドライバーがですね、スーパーフォーミュラーにフル参戦ということになりまして、まあ、果たして彼がどれぐらいのポテンシャルがあるのかというところは、ファンの皆さんで、特に F1 ファンの皆さんは注目をされていたことと思います。まあ、その、まあ、ルーキーということになる、リアム・ローソンがですね、なんと開幕戦の無事でデビューいつの上の頂上決戦、2連覇中のスピードスター新